ライアン・ムーアは、イギリスを拠点とする騎手。イギリス・バークシャー出身。父は、ゲーリー・ムーア、弟は、ジェイミー・ムーア。エイダン・オブライエン旧社の主戦騎手を務めている。2000年5月18日に、トーセスター競馬場で、障害騎手としてデビュー。父の管理場である、マーシー・ビートで、初起乗初勝利を果たす。2002年1月に、 平地競争で初勝利を挙げる。2003年39勝を挙げ、最優秀見習い機種となる。2004年5月に KO ハイスプリングカップに出走したフィートソーファストに起場するために初めて日本を訪れ、中央競馬初起場となった同レースでは3着となった。同年イギリスで132勝を挙げ、勝利数5位となる。2006年、 シャーガーカップにおいて5戦2勝2着2回の成績で、最優秀騎手賞を受賞する。インターナショナルステークスを、ノットナウケートに起乗して制し、G1 初勝利を挙げる。この年は182勝を挙げ、イギリスのリーディングジョッキーとなる。当時23歳でのリーディングジョッキー獲得は、史上2番目の赤さである。12月には、 第20回ワールドスーパージョッキーズシリーズに参加したが26ポイントで10位だった。2007年春先に右腕を骨折し3ヶ月の休養を強いられる。11月に第24回マイルチャンピオンシップに出走するベクラックスに起乗するために3度目の来日を果たしレースに挑むが発着だった。翌週第8回ジャパンカップダートと 第27回ジャパンカップにも起場したが、それぞれ15着と7着だった。12月5日にインターナショナルジョッキーズチャンピオンシップに出場したが、0ポイントで10位だった。12月にマイケル・スタウト長教師から9社の主戦機種に指名された。2008年、2回目のイギリスリーディングを獲得した。 2009年7月25日、キング・ジョージ6世クイーン・エリザベス・ステークスをコンデュイットで制覇した。12月5日12月6日には、第23回ワールドスーパージョッキーズシリーズに出場。ゴールデンスパートロフィーをチャームナデシコに起乗して勝利し、日本での初勝利を挙げた。総合成績は3位だった。そして12月9日には、 第12回インターナショナルジョッキーズチャンピオンシップに出場し、クリストフルメール、ジョニー・ムルタと共に同点優勝を果たした。またこの年も前年に続いてイギリスリーディングを獲得している。2010年6月5日、ダービーステークスをワークホースで制し、ダービージョッキーとなった。10月3日には、ドーマとのコンビで凱旋門賞も制した。 11月14日、エリザベス女王派よ、スノーフェアリーで制し、日本での重賞初勝利を G1 で飾った。翌週、11月21日のマイルチャンピオンシップでも、金車差の奇跡に起乗するため、11月16日から11月22日の期間で、初めて、日本中央競馬会の短期機種免許を取得した。 11月17日、エリザベス女王杯の後兼領の際に、馬装具の一部を外していたことが発覚し、エドワード・ダンロップ調教師、ロビン・トレバー調教助手と共に、JRA より厳重注意処分を受けた。11月27日、東京競馬場で行われた第24回、ワールドスーパージョッキーズシリーズで、初優勝を果たすと、12月8日の、 第13回インターナショナルジョッキーズチャンピオンシップでも優勝し、前年に続き連覇を達成した。2011年11月13日、スノーフェアリーでエリザベス女王杯を連覇した。一等の外国馬が日本の HGI を2勝したのは、これが初めてのことである。2012年8月19日、スノーフェアリーでジャンロマネ賞を勝利。 しかし、後のスノーフェアリーの薬物検査で、禁止薬物が検出されたため、その勝利を剥奪された。11月10日から12月24日の期間に、かけて、JRA の短期機種免許を取得。11月11日、異次元で、武蔵野ステークスを勝ち、日本馬に起乗しての重賞初勝利を果たした。2013年11月24日、ジャパンカップにおいて、 ジェンティルドンナに起乗し、日本競馬史上初の同一馬による、ジャパンカップ連覇の偉業を成し遂げる。2014年3月29日、ドバイシーマクラシックで再び、ジェンティルドンナに起乗し、道中大きな不利がありながら、レースレコードと合わせて、名団競馬場、芝2410メートルのコースレコードで勝利する。2015年、エイダン・オブライエン9社の主戦機種。 ジョセフ・オブライエンが原料区であることから、この年新たに同級者と主戦騎手契約を結ぶ。5月2日にグレーン・イーグルスで2000ギニーを勝つと、翌5月3日にはレガティッシモで1000ギニーを勝利。1900年以降、同一シーズンに両ギニー競争を制覇した6人目の騎手となった。ロイヤル・アスコット開催では単年における新記録となる9勝を挙げた。 しかし、7月9日のニューマーケット競馬場での枠入り時に騎乗場が暴れて首を負傷。当初は全治1ヶ月余りと見られていたが、2ヶ月半後の9月24日のニューマーケット競馬場の2再戦で復帰した。10月30点31日にキーンランド競馬場で行われたブリーダーズカップターフをファウンドでまたブリーダーズカップジュベナイルターフを ヒット・イット・アボムで優勝し、シューメーカー賞の栄誉に輝いた。論人ンンワールドベストジョッキーに2014年、2016年、2021年の3度、選出されている。金額の単位は、UK ポンド。金額の単位は、円。ステイヤーズ・ステークスにて、ありがとうございます。